梶原淳二です。今日は美山川にやってまいりました。場所は上江和です。今回は、脱初心者編ということで引きずり編をやってみたいと思います。せっかく、高水でちょっと水が増水してる状態なんで、まず場所ポイント選びですね。は朝一入る場合、ちょっと急なところには急に入らずに、ちょっと緩めの赤が残ったところ、残り赤を狙うんで赤が残ったところ、こういったところから始めるのが、まあセオリーだと言えると思います。最初はおとりを優しく出します。養殖おとりの場合、まず流れに慣れてないことが多いので、少しずつ流れに慣れさせて、ゆっくりたらしっかり紙に飛ぶように泳いでくれるので、まずそこからスタートですね。無理にこの時に鼻を利かして引っ張らない。引っ張ると、おとりが弱ります。ちょっとしばらく流れに任せて出ていくのを待ちます。そしたらこういう風に出てってくれるので、おとりが馴染んできたら、手前でかからない場合はゆっくりこういう風に背に入れていきます。この時竿は、鼻は効かせてません。ここで引っ張るとまたおとりが弱るので、ゆっくりゆっくり、今あゆの自分の力で今登ってきてます。これ鼻は効いてません。まだパタかかったら慌てずにゆっくり竿を立てて、こうやっておとりが、おとりの上のアユが浮いた時に一気に引き抜きます。まず1匹目釣れました。綺麗に、ちょっと頭ですけどね、背の違いとこかかってます。こうやってしっかり泳がせて、ちょっと反応があると思うんで、そういう場所でしっかり止めて待つ。朝のうちはちょっと辛抱の釣りになりますけど、するとこのぐらいのしっかりしたいいアユが取れます。まず1匹目しっかりしたいいおとりが取れました。まあ循環の釣りなので、こいつをまあ鼻管通してね入れます。この時もまずは1匹目取れて、まあ天然大きいのしっかり取れたんですけども、慌てずにゆっくり入れてあげる。もう必ずこれは毎回ですね。慌てて急いでいきなりまた芯の方に入れてしまうと釣りがちょっとダメになるパターンもあるので、慌てずにゆっくり、まあここ泳いでた芯泳いでた踊りなんで、まあしっかりこうやって入ってくれます。ここも鼻を利かせずにゆっくり、ある程度アユに任せてあげて、そしたらこういう風にまた元にいた場所に少しずつ戻っていってくれるので、で今ここでキープで、アユがグッと下がったりした、かかりました。やっぱりこうやってすぐ出しがかりでかかります。ここも慌てずに、ちょっと乗されたらこういう風に下がって大丈夫です。ゆっくり下がって、慌てずにゆっくり糸をしっかり張ったまま、抜けたらもうこうやって抜いてください。おっと、フライパン返ししてしまったけど、これで2つ目で、あんまり芯の方を歩かずにヘチの方をしっかりこうやって歩いて、2匹目もやっぱりしっかりこういう色のついた朝ですけども大きいアユ取れるんで、次はねちょっとだけ攻めの釣り、今前から前から手前にから流していったんですけども、次はちょっと新兵器を、重りをちょっと使います。ちょっと今回しっかり泳いでくれると思うんで、1号0815ぐらいからちょっとスタートしてみます。ちょっと芯の方に1回入れてみますね。この時も無理に竿で引き上げたらダメなんで、ボーンと投げずにゆっくりゆっくり芯の方にこうやってある程度流していって、ここでしっかり色のついた石のところでしっかりつける、でグッと止めてあげる。今これある程度アユの力で泳いでます。この時重りを使う注意点、よくね最初するんですけど、根がかりする原因として糸を緩めてしまうと根がかりになります。穂先にテンションが必ずこういう風にかかった状態、引っ張ってるわけではなく重りの重さを感じてる状態でキープです。これがふっと軽くなる時があるんですけど、その時は必ず一回
こういうふうにふっと抜けるときあるんですけど、このときは必ずぐっとしっかり重みを立てて、で、アユがイヤイヤするときはちょっと下げてあげて大丈夫なんで、ちょっと狙っといて、来るかもしれん。ごどごど言ってる。かかった。あー、外れた、ごめん、蹴られただけや。ちょっとアユの動きが変とか、振動がちょっとコーンって来たりとかなったら、必ず逆針チェックしてください。エビになってたりとか、逆針が外れててちょっとコンコンと信号が来たりする場合もあるんで、もちろんまあアユのチェックも OK。 これでちょっと手前のたるみを釣っていきます。おお、自分から入ってったぞ。また帰りました。ゆっくり慌てず、ここもゆっくり慌てずで、流れの緩いところに入ったら、抜けるところではもう一気に抜いて大丈夫です。玉をしっかりこうやって持って、よいしょ。おい、しゃあ、やっぱり死んでくるやつはしっかりいいサイズが釣れますね。しっかり色は出てね、今年の深山の絵はめちゃくちゃいいです。今ちょっといろいろ様子見て、重り外しましたっていうのはですね、ずーっと芯の方を狙ってたんですけど、その芯の脇で、引いてるんですけども、鼻にかかってない、あんまりこうグッと引いてない状態の方がかかりがいいと判断したので、重りは外しました。かかった。横を切った瞬間にかかった。よいしょ。うん、黄色い、黄色い。十分十分。いいアユですわ。じゃ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 ーん。背当たりでーす。ちょっと引いてってきて、しっかり覆うようになってきました。まだまだ釣れますよ。ある程度自分の中でポイントが絞れてきたら、もうこのまま直接ダイレクトに入れていいです。こうやって日が照って追いが出てきて、ちょっと背にアユがキラッとかで見え出したら、もうこれでずっと止めて入れてたら結構反応出てくるんで、そこを重点的にやったらバーンとかかることが多いんです。またやっぱりあそこやな。よいしょ、よいしょ、これはええ方や。おい、これはいい方ですよ。色もついて、まあ、キキでしょ。これもう背でバチバチかかりだしたんで、まだまだ連チャンしますよ。背の、まあ、ポイント狙い方なんですけども、まあ、基本的に目の前にこういう大きい石があったり、もう奥の方にも石、沈んでる石も大きい石があったりするんですけども、基本的に石の頭や横を重点的に狙っていただいて、まあアユ入れやすいんで大きな石の真裏とかよく狙ったりはするんですけど、まあ、もちろんかからないことはないですけども、まあ変なかかり方したりとか、トラブルになったり、仕掛けトラブルになったりとか結構多いんで、そういうところを狙うんでしたら、もうちょっと下のあの白泡が消えてるところ辺の方がしっかり大アユがかかることが多いです。かかった。おー、どこや。よいしょ、よし。ちょうど今お昼前で日も高くなってきて、ある程度まあ他の釣りされてる方も含め、まあ自分も含め、こういう背の芯で先にかかるアユっていうのはある程度抜かれてしまってる今状態なんですよね。こういう時はこのまま、まあ背でずっと釣るのもいいんですけども、ある程度ちょっとトロとかチャラのちょっと浅いところとか、流れのちょっとゆっくりしたところにも他のアユがどんどんついてくるので、それを狙って取っていった方が効率はいいかもしれないですね。はい、今日ちょっと午前中ね、深山、神山で
結構ね、粗い、いいやつが取れました。20弱ぐらいですかね。昼からは、朝場のチャラとか、まあ、人が触ってない、トロ場に、鮎が今度バンバンついてくると思うんで、火も照ってるし、そういう時はそういうところを重点的に狙った方が、効率の良い釣りになると思います。